はい、おはようございます。おはよう、なんかすごい気になってる。どうしたんですか？あの、早速申し訳ない、なんかいつもだったら雰囲気が違うから、ね、ちょっと僕も正直あんまり分かってないんで。僕が分かってなかったら誰が分かってるわけ？これ、いや仕掛け人誰なの？いや、まあだから、あのこの毎日キングコングにちょっと出たいぞっていうことだったんで、うんうん、まあ、来てもらったっていうだけなんですよ、単純に。絡みたくないどうします？でも怪しすぎるもん。やめますか？やめる。一瞬ちょっとだけ、ちょっと一瞬やめましょうか。やめようか、はい、俺あーってやつ嫌やねん。まあでもいやちょっとね、だから、うん、要は今までは出てもらったけに僕もよく知ってたんで、ちょっと空気感もよく分かってたんですけど、僕も正直ちょっと今日はやめる。怖いねやっぱでもなんかあれなんでしょ、有志というか、有志でぜひっていうこと。そういうことです。一応それなんだ、だってさ、はい、やっぱ相談室みたいなので梶原和也も答えていくってあれでしょ、はいはい、そういうなんかお悩み事があるってこと。まあお悩み事っていうか、まあとりあえずじゃあ、まあ、聞きましょうか、はい、じゃあこれオーディション番組ちゃうからじゃあその方たちです、どうぞ。いやーいやエビメタル芸人の橋山メイデンだ。どうも、クレイジードッグだ。難しい難しい。難しい。今日はな、はい、すいません、実は悩みとか相談じゃなくてキングコング、 あなたたちの YouTube のファンをもぎ取ってやるみたいな。やめてよ。いや、動画見させてもらって。ヘビーメタル動画バンバン上げてるんだが、再生数が伸びない、はいはい、そこでキングコングの動画を見たら、はい、メタルじゃないのに再生数が伸びない。メタルがメタルが稼げるっていうのはもうないですよ、ね、だから今日は射程のクレイジーボーイを連れてきて、はい、いや、クレイジードッグって言うの？クレイジードッグそんな流れじゃないの？いや、どっちじゃない。ちょっと関係教えて。見てる人もややこしくなっちゃって。コンビですか？コンビじゃない。じゃないですか？お名前もう一回。コンビ、メイデン玉砕の橋山メイデン。あ、メイデン玉砕というコンビの橋山メイデン。相方はちょっと興味ないんだが。はい、そして、で、ピン芸人、クレイジーボーヤが扮する、うん、クレイジードッグだ。いや、とても芸人やる感じだ。大丈夫ですか？厳しい世界やから、もう無理やね。顔がね、もう。いけるされてるやろ、これも。いや、これはもう自分で作って、ダイソーで買ったやつを。大丈夫、クレイジーボーや。じゃあここはコンビじゃないんですね。コンビじゃないけど、最近仲良くなった。あ、なるほど。そうだ。ほんま仲良くなった。仲良くなった。射程なんですか？射程、射程です。それ何期生とかはあるんですか？NSC と12期生、東京12期生と17期生。ああ、じゃあ、だいぶ後輩が。萎縮してるやん、もう。でも明らかに。最近舐めてる。本当に初耳だもん。何舐めてる？何舐めてんの、メイデンが。いや、もう、こいつ今日も。あ、こいつと言ってたんだよ、でも、この先輩にも。なんかその、モーニングコールして。言われたんです。言うなよ、お前。朝早くて俺起きれねえからとか言うなよ。全然興味ないけど。で、何これ、まあ、この言うなよ、全然興味ない。全然興味ない。何だ、聞かせて聞かせてってなってないけど、何だ。後で反省会だよ。どうします？今日とりあえずこれでさよなら一回しないから。いやいやいや、もう一回しないから。何してるの？大丈夫？はい、一回ちょっと。はい。この次の日がまた明日何か起こるみたいなんで、はい、いいです。また明日っていうことで。いや、でもまだ出れるよ。出れるよ。また。再生数アップ。再生数アップね。しょうがないやら、ちょっと悪いやばそうなやつがやってきました。やってきたぞ。次回ね。次回で。じゃあまた明日お会いしましょう。次回予告を、じゃあ。じゃあ次回予告、じゃあ。次回、衝撃の展開いくぜ、クレイジードッグ対キングコング、絶対見てくれよな。いやー